それでは相互に挨拶を交わします。相互に礼、おはようございます。着席願います。藤川町告示第三十四号をもって招集されました。令和四年。 <laughs> 第2回藤川町議会定例会に議員並びに町長をはじめ執行部各委にはご検証にてご出席いただき誠にありがとうございますただいまの出席議員は13名であります定則数に達しておりますのでこれより令和4年第2回藤川町議会定例会を開会します これから本日の会議を開きます。第二回定例会に先立ち、一言ご挨拶を申し上げます。6月に入り、周囲の山々の緑も一層濃くなり、色鮮やかになりました。日中の日差しには初夏の気配が感じられ、季節は夏に向かって進んでいます。 気象庁は6月6日関東甲信が梅雨入りしたと見られると発表しました梅雨期は真夏に必要となる水を蓄える大事な時期である一方大雨による災害も発生しやすくなりますいざという時のために常日頃から準備をしておくことの大切さを改めて感じるところでございます。 さて、内閣府が5月に発表した月例経済広告では景気が持ち直していくことが期待,期待されるとしていますが中国における新型コロナの感染再拡大の影響やウクライナ情勢の長期化などが懸念される中で供給面での制約や原材料価格の上昇金融資本市場の変動等による 下振れリスクはに十分注意する必要があります。また、感染症による影響を注意する必要があるとのことです。県内においても、新型コロナウイルス感染症の影響があるものの、個人消費、雇用情勢、生産活動など、緩やかに持ち直しているとの判断です。 こここのところ、新型コロナウイルス感染症者数は2桁台に減少しておりますが日常生活と新型コロナ感染症拡大防止策を両立していくためには新しい生活様式を取り入れていく必要があると考えます明るい話題としましては兵庫県芦屋市在住の海洋冒険家83歳の堀江健一さんが 世界最高齢でヨットによる単独無寄港の太平洋横断を達成しました堀江さんは60年前に最初の太平洋横断をのしたげていますサンフランシスコを出発してから69日間の航海を得て6月4日に和歌山県と徳島県の間の紀伊,水紀伊水道に設定したゴールラインを通過しました 達成を祝う式典で83歳にしてなお青春真っただ中でこれからも大器晩成を目指して頑張りますと述べた言葉が印象に残っていますこの偉業達成は多くの方に勇気と感動を与えたのではないでしょうか、えー、議会におきましては4月10日に藤川町議会議員一般選挙が執行され 新たに十三人の議員が決まったところであります。今、定例会は、藤川町第四期の町議会議員として初めての定例会となります。議員各位におかれましては、身の引き締まる思いで、えー、議席に就かれているものと思います。これからの四年間、活発な議論を展開し、二元代表制の一役を担い、町当局と一緒になって。 暮らしと自然が輝く、交流の街の実現に向けて邁進してまいります。今定例会も、新型コロナ感染症対策のため、えー、傍聴席を十三席に制限させていただいております。一般質問の日には、傍聴席に入れない皆様のために、一回会議室においてテレビモニター,はモニターを設置しますので、 ご利用いただきたいと考えております今定例会は条例改正及び補正予算などについて審議をお願いすることになります議員各位におかれましては健康に十分ご留意され活発な議論をお願い申し上げ挨拶といたしますここで町長から挨拶の申し出がありましたのでこれを許します 町長餅関俊樹君本日ここに令和4年6月、藤川町議会定例会を招集いたしましたところ、議員閣議におかれましては、公私とも大変ご多忙の中を、 全員のご出席を賜り、誠にありがとうございます。また、日頃から調整推進のため、格段のご理解とご協力を賜っておりますことに、厚く御礼を申し上げます。はじめに、本庁の名誉町民であります、石川博さんが、さる3月8日、82歳でご逝去されました。石川博さんは、昭和14年10月10日、 旧梶川町中町に生まれ、県立駒高等学校をご卒業後は、家業の呉服店を営まれ明瞭かかな、明瞭快活なご性格と持ち前の行動力を持って、発展的な経営を展開する傍ら、地域住民の一人として、地域の活性化に努められました。こうした中、昭和62年9月、地域住民から押されて、 梶川町議会議員に当選されると、卓越した指導力を発揮し、広く住民の信望を得る中で、平成4年1月、梶川町長に初当選されました。以来、平成22年3月7日の梶川町閉庁までの間、5期18年の長きにわたり、梶川町政を担われました。また町の将来を見せる中 市町村合併の必要性を強く提唱し、卓越した指導力を持って、藤川町の誕生に導きました。そして、平成22年3月8日の藤川町誕生直後には、藤川町長職務執行者を務め、新しい町の基盤をつくるために尽力されました。こうした数々の偉大なご功績に対し、平成23年3月、藤川町において名誉町民の称号をお送りしたところであります。 石川博さんの数々の功績に敬意を表し、藤川町のさらなる成長と発展に向けて、暮らしと自然が輝く交流の町を目指して、町づくりに邁進することを心から誓うものであり、石川博さんのご冥福を町民の皆様と共に心よりお祈り申し上げる次第であります。さて、昨年8月29日に開通した中防弾自動車道の 山梨南北間では全線開通以来初めてのゴールデンウィークを迎えました開通効果により中部横断自動車道の交通量はおよそ1.4倍に増加しそれに候補するように道の駅藤川の来訪者はおよそ1.2倍となったところであります今後はこの中部横断自動車道の開通効果を 町内ののに波及させてていいくためめ取りり組みが求められているところでありますその一方で、人流が増えたことによる連休後の新型コロナウイルス感染症の広がりも懸念されていたところですが、幸い、感染症対策の徹底と感染予防策の周知、啓発活動、並びにワクチン接種などによる重症化防止の取り組みなどの効果により、 感染の急拡大には至っていない状況となっていますしかしながら新型コロナウイルスをゼロに抑え込むことは容易ではなく今後は感染症対策を適切に取りながらも社会経済活動の回復を進めるウィズコロナ時代に対応した社会づくりが必要と考えますまたロシアによるウクライナ侵攻などのウクライナ侵略などの影響により世界規模で 不確実性が高まり、原油や穀物等の国際価格は変動を伴いいつ,つ高い水準で推移しております。国内では多くの原材料や穀物等を輸入で賄っているため輸入物価や企業物価が国際商品指市場の変動の影響を多く受けておりますこのような価格高騰が民間消費や企業活動を下押しするなど 実体経済への影響がが顕在化する可能性が生じておりますまた、食料、飼料、肥料原料、化石燃料や半導体原材料といった国民生活や経済活動に不可欠な物資の安定供給が滞り、サプライチェーンの問題が通行それがあります。さらには、最近の円安の進行により、輸入物価の上昇が。 家計に与ええるる影響が多くきくなってておおり、り社会経済活動の回復は最重要課題であると考えております。このような中、町民の皆様の生活を守る具体的な施策が必要であり、低所得の子育て世帯に対する支援、並びに疲弊した地域経済を回復させるための藤川スマイル商品券の発行など、町民の皆様に直接届く施策を展開し、 地域経済を回復させる起爆剤としての取り組みを積極的に進めてまいりたいと考えています。それでは、開会にあたり、今定例会に提出いたしました案件のうち、主なるものにつきまして、その概要をご説明申し上げますとともに、主要な事業への取り組み状況をの申し述べ、議員各位並びに町民の皆様のご理解とご協力をお,お願い申し上げたいと存じます。 はじめに、藤川スマイル商品券事業についてであります。町内の消費回復の起爆剤として、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用した藤川スマイル商品券事業を実施いたします。新型コロナウイルス感染症の拡大による町内の商工業者に対する影響を緩和するため、一人一律1万円の 藤川スマイル商品券を発行し、住民の生活支援と地域経済の活性化を図るものであります。この商品券は、町内の取扱店で使用できる買い物券で、5000円券を20枚で1冊として、大型店と町内店との共通券を10枚、町内店専門券を10枚で、8月1日 1 1 31日日から年月また、商品券の配布につきましては、基準日とする6月20日に、住民基調台帳に登録されている方に、1人一律1万円分の商品券を、児童扶養手当、受給世帯などの特定の世帯には、さらに1万円分の商品券を配布することとしており、 今定例会に所要の経費を計上したところであります次に、令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金事業についてであります。新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、生活の支援を行うため、国において、 特別給給付金を支給することが決定いたたししました対象者は本年4月分の児童扶養手当の受給者であるひとり親世帯及び本年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者で本年度の住民税均等割が非課税である低所得の子育て世帯でありますどちらの対象世帯にも児童1人当たり5万円を 申請不要で支給しますまた、高校生のみ,ののみを扶養する住民税均等割非課税世帯や、直近で収入が減少した世帯等は申請が必要なため、町広報誌やホームページで収支を周知を行い、速やかに支給できるよう、事業を進めてまいりたいと考えております。こうしたことから、今定例会に所要の経費を計上したところであります。 次に、新型コロナワクチンの4回目追加接種についてであります。3回目接種後のワクチンの有効性持続期間や、現時点までに得られている4回目接種の有効性、安全性に関する知見等における対応状況を踏まえ、重症化予防を目的に、5月下旬から接種を進めているところであります。今回の追加接種の対象者につきましては、年齢60歳以上の方、 18歳以上59歳以下の方で基礎疾患を有する方と重症化リスクが高いと医師が認める方となっており3回目接種から5ヶ月を経過した60歳以上の方に対して段階的に接種券を発送しているところでありますまた18歳以上59歳以下で基礎疾患を有する方の把握が困難であることから案内チラシの組回覧 町ホームページや LINE によるさまざまなコンテンツを使い広く情報発信を行っているところであります接種の方法は郡医師会や京南医療センター企業団藤川病院の協力のもと集団接種を予定しているところであります次に公の施設の指定管理の指定についてであります藤川町 農林業体験宿泊交流施設は農林業体験を通じて平林地区に滞在し地区の魅力を堪能する場として本年4月に町が設置した施設でありますこの施設の管理運営は平林地区の皆様をはじめ農業体験の受け入れ先である富士川町平林体験農園休憩交流施設平林交流の里三崎公社との連携が必要となります こうした中、現在、平林交流の里、三崎公社の指定管理者であります、平林活性化組合に、藤川町農林,農林業体験宿泊交流施設の指定管理を打診したところ、先般、指定管理者指定申請書の提出がありました。こうしたことから、藤川町公の施設における指定管理者の手続き等に関する条例、第5条第1項第 2, 第2号の規定に基づき、 公の施設の性格、規模、機能等を考慮し、その設置の目的を効果的かつ有効的に達成するため、藤川町農,業農林業体験宿泊交流施設の指定管理について、平林活性化組合を公募によらない指定候補者として選定し、今定例会に公の施設の指定管理者の指定について及び指定管理料として所要な経費を贈呈したところであります。 次に藤川町魅力発信アンバサダーの設置についてであります。観光、産業、文化、教育、自然環境等に関する藤川町の魅力を広く情報発信することにあり、町のイメージアップ及び活性化を図るため、藤川町魅力発信アンバサダーを設置いたします。アンバサダーの設置につきましては、町に愛着があり、かつ町の活性化に対して、 熱意のある方のうち、町出身者で居住または活動の拠点が町外にある方や、町にゆかりがある方などを委嘱し、町の知名,度知名度向上及びイメージアップを図るための情報発信、町の活性化に関する各種事業への協力及び提言等を行っていただくこととしております。今後は首都圏藤川会の皆様をはじめとする 県外等に居住する本庁出身の皆様に、アンバサダーの設置について、広く周知を行い、移植をつなげてまいるとともに、アンバサダーからの情報発信により、さ,なさらなる町の知名度向上につなげてまいりたいと考えております。こうしたことから、今定例会に魅力発信アンバサダーの設置に必要な経費を計上しております。次に、中学校統合についてであります。 中学校の統合については、本年2月8日に開催された統合、失礼、えー、総合教育会議において、明年4月の開校を延期することとしたところであります。現在は3月から5月にかけて、児童、児童生徒、保護者、教職員、町民の皆様を対象に実施したアンケートの集計がおおむね終了したところであります。 6月下旬には保護者、教職員、町民の皆様を対象に、対話集会を実施いたします。その後は、アンケートや対話集会でいただいた意見を参考にしながら、再度アンケート調査を実施し、10月を目途に統合についての方針を定める予定であります。児童・生徒の教育環境については、さまざまなご意見がありますが、 藤川町の子どもたちにとって、より良い教育環境を整えてまいりたいと考えております。次に、藤川町立図書館システム導入等に関わる債務負担行為についてであります。債務負担行為は、複数年にわたる支出を伴う行為を行うため、 ああらかじめめ債務負担の事業ごととに期間と限度額を定める予算措置であります現在、藤川地方合同庁舎は、今年度中の完成を目指し、建設が進められているところであり、合築により建設をします図書館につきましては、令和5年中に開館するために準備を進めているところであります。こうしたことから、図書館開館に向けて、 システム構築、リース、データ移行等のシステムを構築し、構築し、本システムが運用されるまでにおよそ1年かかるため、また、リースにおいては5年間契約を予定していることから、今定例会において債務負担行為を設定するものであります。次に、猫不妊去勢手術費、補助金についてであります。 県では、猫による環境問題に対する対策の一環として、県に収容される猫の数を減らし、猫の殺処分を限りなくなくすことを目的に、猫の不妊去勢手術を集中的に実施するため、本年度に限り、県内市町村に対して補助金の交付を行うことになりました。こうしたことから、町においてもこの事業の趣旨に賛同し、補助制度を実施するため、 藤川町猫不妊去勢手術費、補助金、交付要領を整備するとともに、今定例会に所要の経費を計上したところであります。次に、後期高齢者医療についてであります。後期高齢者医療制度では、医療給付費を国、県、町がおよそ5割、現代世代の0歳から74歳がおよそ4割、 非保保険険者が残りりの1割を保険料として賄ってっおります。この保険料率は2年ごとに見直されますが医療給付金基金の活用により8年間据え置かれておりましたこうした中非保険者数の増加と一人一人にかかる医療給付費の増加に加え少子高齢化に伴う現役世代の負担率の減少により保育料率の据え置きが困難となり 山梨県かすべての市町村において、令和4年5年,5年度の保育料率を必要最小限の範囲で増額改定することとなりました。今後も安心して医療を受けていただくために必要な改定となりますが、被保険者の皆様のご理解を得る中で、ジェネリック薬品の普及促進など、医療給付費の抑制を図ってまいりたいと考えています。 次に新庁舎整備の進捗についてであります。新庁舎の本体工事につきましては、これまでに区体コンクリートの打設が完了し、現在、1階から順次、冊子の取り付けや内装工事、整備、配管工事に取り掛かっているところであります。進捗率は本日現在で,現在でおよそ 53%, 53と予定通り進捗しております。 今後は引き続き内装工事を進めるとともに、外壁、屋上防水工事、設備機器取り付けを行ってまいります。なお、11月の完成に向けて、年末年始にかけての移転準備にも着手したところであります。次に、防災行政無線に関する工事請負契約案件であります。 現在の防災行政無線は、防災ラジオと LINE 向けには、防災ラジオ配信システムから情報を送信しつつ、屋外への音声放送は、合併時に9丁で使用していた設備を継続,で継続使用しております。このため、9丁ごとに配信局が設置されており、この2つの配信局を統括する統合宅を使用して、町内一斉放送を行っております。一方 旧麻生町が整備した配信局の電波は総務省が平成17年に無線整備規則の改正を行ったことに伴い、えー、規則上適さない電波となりその経過措置が本年11月30日で終了することから麻生地区の配信局の更新や機器の 経年劣化にによる街全全体体の整備など防災行政無線全体についてて検討を続けてま,いりま,したまた、新庁舎への防災行政無線設備の移設に際し、有効な方法を模索してきたところであります。その後、コロナ禍において、経過措置期間に変更があったものの、今回の屋外覚醒庫局と呼ばれる屋外スピーカー設備の転換工事は、 既存の防災ラジオ配信システムを活用した屋外への音声放送の改修工事であるため、防災行政無線の機能強化事業として、本工事に有利な記載が認められることとなりました。こうしたことから、新庁舎への配信局移設に合わせて事業執行し、移設費用の削減のみならず、配信局が現在の防災ラジオ配信システム 1>, 1種類での運用となることから、保守保守、保守費用の削減にも努めてまいりたいと考えております。工事終了後は、現在の屋外スピーカーから防災ラジオと同様の音声が放送される予定となっております。工事の契約締結については、議会の議決が必要なことから、今定例会に契約締結案件を贈呈しております。最後に。 完成談合再発防止に係る取り組み及び第三者委員会の経過についてであります昨年11月17日に前町長が完成談合防止法違反で逮捕され町では幹部職員による藤川町入札制度等あり方検討会を4回実施し入札制度のあり方及び再発防止策を検討し 入発制度等改革報告書を1月31日に取りまとめたところでありますしかし1月16日私が町長に就任し本件事案を客観的な視点からさらに検証する必要があると考え町と関係のない各分野の専門家3名による第三者委員会を設置いたしました完成談合再発防止に係る第三者委員会についてはこれまで 2月月かから5月にかけて計4回開催し、事件の事実関係及び実態把握、現状の入札制度の課題や改善点、新たな制度や再発防止策について検証していただいたところであります。さる5月19日の第三者委員会では、本件の再発防止に係る答申書案の取りまとめに入ったと聞いており、その主な内容は、 指名競争入札における執行過程に不備があり本事件を防げなかった点であると聞き及んでいます詳細につきましては答申書が提出された際に改めて報告させていただきますまた第三者委員会では幹部職員が取りまとめた入札制度等改革報告書についてもご協議いただき現行の事務処理要用要領を改めずに 一般競争入札の対象範囲を拡大できることから、新制度を構築するまでの間、工事1000万円、委託物品500万円以上を対象とし、4月から暫定的に執行することの確認をいただきました。今後は、町の皆様の信頼回復に向けて、真摯に取り組んでまいる所存であります。なお、答申書の内容は、町広報誌およびホームページ等でお知らせしてまいりたいと考えております。 以上、今定例会に提出いたしました主なる案件と主要な取り組みについて述べさせていただきました。今定例会に提出いたしました案件は、報告案件5件、専決処分承認案件8件条例案、条例改正案件3件、補正予算案件3件、指定案件1件、契約締結案件1件、合わせて21件の議案を提出しております。 提案,理由提案理由は議案ごとに申し上げさせていただくこととしておりますが、よろしくご審議の上、ご,ご議決あらんことをお願い申し上げ、挨拶といたします。 えー、以上で町長の挨拶を終わります。日程第四。